なかったわ、現実しのマクさん、タスケさんいらっしゃい。一ゲットありがとう。クロムゼさん、アックン、ビフロストさん、フェアさん、ジェジフゲさん、ナナコメさん、ハチコメさん、アキさん、ロクちゃん、ハリスさん、アッちゃん、ケイスケさんいらっしゃい。なーになっちゃん、お姉ちゃんどこ行って、ラクツです。14個目さん、マー君、ドーシーさん、ヒムさんいらっしゃい。ハイポ買っときますか。10個買ってこんなもんで、うん、ケツドラム要求してきてる。ヒムさん、クワさん、ライズさんいらっしゃい。じゃあセーブをして、南西、南西ってこっちか。チャ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 、あの一瞬聴けた曲ってもう聴けないの？この外に出た時のさ、最初のところから。夏目京介さんいらっしゃい。うん、百式はいろんな職を経験してます。あ、聞けないんだ。そうなんだ。ん、あの光ってるのは何？あれだけなんだね。もうちょっと聞きたかったな。ん？なんかピカピカしてるのなかった？来すぎてまた。冬大陸か。そっかそっか、ここか。三角あった。くまさん、まとさん、にゃんぽこさん、あっさんいらっしゃい。そうね、動画で聞けるね。そんな時はボスチューブ。三角の島の左のやつかな。これここ来た。あ、あれか。うなぎ狭そうだから早く買い物しなきゃ。うなぎ？八橋島あったぞ。でも、海の中って言ってたでしょ？無理だね。ジャンプ、ここが京都か。黒来い。お、来た。スマッシュみたいなスマッシュみたいな炎でした。アタック。言霊ロゼさんいらっしゃい。名前で上がるんだね、しょぼいえーと、幻術師の上が、魔界原始だったっけ。今まだ慣れないよね。次、スパルク。お、来た、ラム。じいちゃん来た。おうおうおう、すげえすげえ。FF らしいね、ラムが出ると。あ、全体で協力？全体にしたらいい？じいちゃん素直に黒だったね三角島はここか。じゃあ潜水できるようになったらここにまた来よう。で、ダスターの南西がダルブ大陸。南西、南西、ダスターの南西。
現実視になれば全体。現実視になれば全体。え、何等って言ってた？私の字が汚い？これ東って書いてんのかな？ありがとう。今現実視だよね。じゃあこっち。ジャガさん、ホイミンさん、いらっしゃい。ソファーの目も今回ですか？あ、これかな。曲が違うとか一緒だわ。おー、なんかあるな。風が強いって言ってたよね。メモ公開放送まだ。あ、そうだよね。ここが、さっきのところで、ダスターか。ノリトペさんいらっしゃい。ヘケケいらっしゃい。サトスさんいらっしゃい。風を感じてみたかったよね。ここから風吹いてたんじゃない？多分、シューって。おそらく。何もないか。あ、やっぱそうなん。え、超敵出る。ほんとだ。超敵出た。ハルピューイヤ。これ、竜騎士の出番でしょ。ピキーン。あ、黒だ。ダム。お、なんか映った？カリスマ新社さんいらっしゃい。空手家だった？モリモリさんいらっしゃい。びっくりした。何？ 1700 って。じいちゃん素直すぎる。こんばんは、いらっしゃい。冬なのに春ピューヤ。獣さんいらっしゃい。焼き肉強いね。竜騎士は、もうちょっとだけ活躍するんだっけ？ヨッシーさんいらっしゃい。さすが焼き肉。あー、風にしてたか。ザトラチェニーさんいらっしゃい。うんこ色関係ないよ。焼肉おごるレベル。エリアルスタイルだね。リュウさんはいいジョブ。ぴょーん。黒か。サンダースピアも風になるの？属性は。その髪の色も。あ、来た。お、麻痺だって。へえ。じいちゃんの白魔法は麻痺らしいです。なか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 。おい、なんかこいつ弱いぞ。うん、白じいちゃんあった。麻痺いいね。焼肉がレベルアップ。あった。なんかお屋敷がある。普通に攻撃してみよう。次、アイスン。これは予想ができるな。芝、白。おー、眠り、催眠光線。やっちった。ついに脳みそを吸い取る技。うよよ。ダルグ大陸のところには
何があるんだっけ。あ、また出た。よう出るな。ガーゴイル、シムル。鳥系だからエアローをかけよう。ターボさん、いらっしゃい。パーラも芝召喚してなんとかせえ。そうだね、多分氷攻撃だね。あ、来ましたね。390、冷たい視線で凍りついた。即死つき。サンダースピアは風と雷の両方の属性を持ってる。かなりじゃあ相性いいね。ユウさん、いらっしゃい。どうも、特技は芝召喚です。そんな恥ずかしい自己紹介する人がこの世にいるなんて信じられないわね。俺がいつも職場で受けているぜ。死なないで。いい感じにレベルが。もう20代か、早いな。よくわからないところに着きました。そうだね、ユラッチ白安定になってるけど、白の上級が出てきたら変えようかな。よし、動画の館。動画なんか出てきたっけ。ドルじゃん。ここを魔導士動画の館としてのことか。物でも書かれ。にゃー、なんか来た。あ、モーブリーだ。来た。むむ、もしやそなたたち。むむ、そなたたち光の四戦士じゃな。そうか、クリスタルは人間にその力を委ねたのじゃな。ならば話さねばならぬことがある。あ、動画って、そうだノアの3人の弟子ですね。ありがとう。メモ帳破いたかな。あ、あったあった。ザンデ動画、ウニ。あ、ウネ。あ、さっきのワンちゃんか。字汚ね。ならば話さねばならぬことがある。うは読めた。この世に暗闇をもたらそうとしているもの、それはザンデじゃ。あ、ボスの名前がザンデ。ザンデ。美味しそうでした。ザンデはかつてわしと同じ市に、学んでおった、ノアのことですね。ノアは死ぬときわしにその魔力を、ウネに、夢の世界を、そしてザンデに、あ、三人の弟子の一人か。本当だ、ザンデさんだ。そしてザンデに人間としての命をくださった。だがザンデはそれが不服でこの地を去った。そして古代の民が作り出した、グルガン族ですね、装置と土のクリスタルの力を利用してあの大地震を起こしたのじゃ。不服だった。そうかな。あ、一番損かな。動画 G が一番いいね、魔力。まあ、うねばあちゃんは寝てて。そりゃそうじゃ。じゃあザンデって元は人間じゃなかったのかな。そういうことになるよね。でも土のクリスタルはゴールドルが、ゴールドル、ああ、あれはわしが作った、金を生み出すクリスタルじゃ。土のクリスタルはまだどこかに眠っておる。ザンデは光の力を封じた。そして暗闇を呼びし、自らの力としようとしているのじゃ。悲しいことじゃ。何としても止めなければならぬ。
さあ、わしもお前たちに力を貸そう。動画じいちゃん。おお、怪しい。じいちゃんだよね。ヒゲっぽいのが見える。へえ。さっきのモーグリ、お話が。三人とも人間じゃないんじゃない？ああ、なるほどね。でも、ウネは人間の形をしていた。これでも4人目、5人目戦ってくれないんだよね。ついてくるだけでさ、大概死んでいくんだよな。5人目、完全に詐欺師。キヨビンボさんいらっしゃい。動画じいちゃんはどうなるかな？あ、クポーって言ってくんない。いらっしゃいだクポ。あの大地震はザンデ様が引き起こしたものだと動画様に聞きました。ウネ様は夢の世界を守るためサロニアの南にある祠で眠りについています。ザンデ様もいい人だった。あ、一応人なのかな。でも大魔導士ノアが自分には人間の命というつまらないものしかくれなかったと言ってここを出て行ったのです。人でないか。あ、ファイガがここにある。あ、エアロガがありますね。ユラ、じゃあこれを買って1万円か。ストノは胃薬でヘイスト、ケアルダ、レイズがある。高いね。神 BGM 動画の方いらっしゃい。ガシリーズが来た。課金するか。まずちょっと回復系買いますね。ケアルダ、レイズ、ヘイストは早めるやつですよね。エアロガ、わあ、買っちゃった。あ、あれ？攻撃力ウピか。そうか、攻撃回数をアップすることになるのか。速さを上げるから。うんうん。バイオはねまだ使ってないかな。石川ロー結婚だって。遅いよ、もう朝から言ってるよ。石川遼ね。うんうん。あ、長寿よ。そっかそっか。じゃあやっぱ白は欲しいね。レベル5とかかな。ヘイストレベル6だ。でももう2回使える。優秀優秀。あ、いました。ラクタさんいらっしゃい。歴代最強のヘイスト、すげえ強くなった記憶がある。バイオは無属性だから結構いい。なんかありそうで。え？え？あ、ここ？ここの空間ってこと？あ、空間はまず怪しめということですね。なんだかチョコボ臭いぞ。なになに？ 4 マスですね。ってことは？あったかな。ドーン。預けるものあったっけ。この辺預けようか。もうちょっととりあえずまた黒に戻すか分からんけど。それかあれか、黒が使える上級職があれば。呼んだら出れないじゃん。どこにいたんだろうね。デブチョコボ用ペース。チョコボ臭いって、鳥の匂いって、みんな知らないかな？インコの匂い。ペットショップとか行かん？やっぱね、鳥の匂いってあるよ。猫の匂いとか犬の匂いとかそれぞれあるよね。多分、ああいう匂いだろうね。チョコボ臭いっていうことは。
ドーガ様、まさか魔法陣の洞窟に入られるのですか？やめてください。あそこは危険です。魔法陣の洞窟は闇の世界に通じます。闇の怪物がうじゃうじゃいるのです。ああ、ドーガ様、どうかご無事で。魔法陣の洞窟。独特だよね。うん、色とりどり。ケンタッキーフライドチキンとは違いますね。私がもうダメになっちゃうじゃん。カッパさん、トモさん、ツーさん、いらっしゃい。お帰り。そうだね、猫臭さはね、あんまり私は感じないですね。死亡フラグ。やだやだ。綺麗に書くのよ。魔法陣の洞窟。でも場所なんて聞いてないよね、魔法陣の洞窟の。お、いいところに。私大好物ケンタッキー。フラグ回収していってる。お、いいものがあった。壁は怪しくないね。うちの犬の頭が昆布みたいな匂いがする。うん、まあいいんじゃない。あれ、ここ通れるの。モーグリーのいて、もぐもぐ。辛口のやつね、あるね。やっぱりでもオリジナルチキンかな。ここに言われてる。右の小部屋でデブチョコボを呼べますよ。なるほど、知ってた。もうすでに臭かったもんね。さあ、これぐらいか、動画の館。知らなかった。よっしゃ。動画陣を仲間にして、ヘイストやプロテスを使うときはアイテムに注意してね。うん、アイテムに注意する。どういうことだろう。使ってみよう。現実死に使っても意味ないか。殴る系の人たちに。あ、洞窟は館の中に。あれ、そんなこと言ってたっけ。あ、あいつはもうやったか。アイテムウィンドウバグがある。了解です。致命的なバグが発生します。うん、ちょっとね、外の空気を吸おうと。あ、動画さんお話ししてないです。そうだそうだ。2番で白魔導士は草生える。なんで、いらっしゃい。大事に使っちゃうよ。じいちゃんをちょっと外にね、連れ出しました。レイズ4回使えるの嬉しいな。強い強い。デイサービスですね。動画じいちゃんを。よく出るな。戦う。あ、そうなん。初心者だと3、4番目公演にしがち。そうなんだ。そうだね。2番目と3番目が狙われやすいって言ってたもんね。戦う。あ、違う。エアロにしよう。エアロ。エアロが買えなかったんか。お金を貯めなければ。次、エスケープ。一番、あれか。
レベルが低い召喚。およ、殴られた黒だったね。殴られたってさ殴られたよ。さすがレベル1やね。もう一回、やってしまうか。ユラッチレベルアップ。やっと全員22ですね。頼む、この先にある魔法陣の洞窟までわしを連れて行ってくれ。小人にならなければ入れん場所じゃ。うん、わしの部屋のろうそくが、洞窟への隠し扉のスイッチになっておる。病を患ってな、わしの力では残念を止めることはできん。そして闇の怪物に閉ざされた魔法陣へもたどり着けないのじゃ。じゃあ、ソハオたちの力を使ってということか。カモメさんいらっしゃい。羽毛でも振って殴るなんてご褒美じゃないですか。じゃあ、回復をして。エアロが、あ、もう買えるね。買ってしまおうかな。人間じゃなさそうなのにね。ちびっこゾーンですよ。斎藤さんいらっしゃい。やったぜ。1900円になっちゃった。金のクリスタルを作ってもらおう。この幻術師の頭がさ、初構えになってる。初構え、マイマイマンマンマイ。これか。ゴゴゴゴゴ。回復せねば。寝癖じゃないぜ。あ、知らない？初構えの CM。 納金のままで大丈夫ですか？そうだね、このままで行ってみようかな一度。普通にあるね。あ、そっか、小人か。あー、そっか、魔法ばっかりじゃないとってことか。魔法陣は異次元に通じている。そこにはエウレカの鍵があるのじゃ。じゃあ、ソハオを、どうしよう。赤32か。まあ、キャパシティあるから。してる。風水師は、村があってね。焼肉を黒にしよう。じゃあ赤にしてるかよ。いや、赤さんかっこいいじゃん。風水師かわいい。あー、学者からなら少しは安くなるんじゃない。はい、疲れ様です。赤も復活。焼肉を黒焦げに。あー、場所どこだったかな。メモランとな。ジャンプ。ツナさんありがとう。この辺りで赤も